日本神奈川県川崎市中原区とどろきとどろきは神奈川県川崎市中原区の町名。1994年10月17日に住居表示が施行されている。定番の設定されていない単独町名である。郵便番号は211-0052。玉川を挟んで対岸の東京都世田谷区にもとどろきという地名が現存し、 両者は明治末期まで一つの大技であった。中原区の北部に位置し、玉川に面している。域内には、轟緑地が広がっており、その中には、川崎フロンターレのホームスタジアムとなっている、轟緑陸上競技場や川崎市轟緑アリーナなどの施設が所在している。轟緑は、北端で玉川を挟んで、東京都の世田谷区、玉堤、大田区田園調布と、 南東端で小杉陣屋町、小杉御殿町と生端で区内と接している。当地はもともと玉川の流れが南に屈曲していたところに張り出した江原郡と驚き村に属する半島上の土地であったが、洪水や玉川の付け替えが行われた結果、対岸の飛び地となった。法歴12年の小杉村伊豆にも、 現在の川崎川の轟の南側を多摩川の本流から分流して蛇行した流路が古川として描かれている。江戸時代には旧華道の土地をめぐりとどろき村と小杉村で争いとなり、宮内村が立ち会って教会が定められ、幕府側でのその採決の文書には大岡越前守るの名も残っている。明治末期に多摩川に沿って不県境が引き直され、当地は 神奈川県吉祥郡中原村へと編入された。大正末期、玉川に堤防が築かれた後には当初は落農なども行われた。その後当地が旧稼働で大量の砂利が渦もれており、東京横浜電鉄によって陸地からの採掘が行われ、七が町と呼ばれる池ができた。昭和30年代にはその七つが池も埋め立てられ住宅地となっていったが、 それと、並行する形で、轟緑地の整備も進んでいき、現在見るような都市公園となっていった。なお、轟緑地内に、現在も残る釣り池は、七つ勝ちのうちの五合池が、残ったものである。対岸にある谷沢川が、玉川と合流する地点、あるいは谷沢川の途中にある不動の滝での水の、豪温が由来と考えられている。戦国時代の文献には、とどきや、 うさぎ、旅情の形で残り、江戸時代に、とどろきの字が当てられた。とどりきは、1994年10月17日に、住居表示が施行されているが、その際に、くないあざ中川原高地、あざ下川原高地、小杉あざ定外もとどろきに編入されている。2017年12月31日現在の、世帯数と人口は、以下の通りである。 私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。2018年現在、当地に鉄道は存在しない。川崎中管高速鉄道が当地を通る計画があったが、2015年度をもって計画が休止となっている。東急バス、川崎市交通局の2事業者が、川崎駅、武蔵小杉駅、武蔵中原駅、武蔵溝の口駅などの 各方面にエバスを運行している。ありがとうございます。